はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。手前味噌ですが、今回の動画ものすごく重要な動画になります。先に論点からお伝えすると、販売する国のイベントごとだけではなく、買い付ける中国の祝日行事に着目しないと、ネット物販特に9月から2月はグダグダになりますよという話です。例えばアメリカアマゾンで販売される場合、アメリカのイベントごとに合わせて商材を入れてドカンと売りたいというお気持ちがあるかと存じますが、アメリカのイベントに間に合わせるためには、中国の祝日や行事にもしっかりと目を向けておかないと、買い付けたい時に買い付けられなかったり、買い付けたのはいいけれども発送が遅延してしまったり、発送したのはいいけれども要所要所で荷物が大渋滞を起こしてしまって、イベントごとに間に合わなかったということもザラに起こり得ます。今回の動画を通して、販売する国だけではなく、買い付ける国の情報も合わせて二重数直線のようなイメージで意識し、買い付けるタイミングを見誤らないようにしていただければ幸いです。この動画参考になった方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸甚でございます。まずアメリカのイベントからおさらいしていきましょう。9月1日にバックトゥースクール、日本でいう始業式入学式があります。このタイミング前後から、カバンや文房具のような学生さんが身の回りで持っているような商材を中心にぐんぐん売れていきます。ただこのバックトゥースクールの前にはバケーションシーズンがあるわけですから、正確に言うと5月から右肩上がりにお客様の購買欲が上がっていき、9月1日を皮切りにぐんとさらに上がっていくと捉えてください。次に10月31日、みんな大好きハロウィンがあります。最近は日本でもものすごい盛り上がりを見せていますね。このハロウィンイコールコスプレという印象が強いので、物販やる方もハロウィンはコスプレが売れる時期と考えている方がいます。それは間違ってはいないんですが、実はハロウィンはコスプレだけではなく、コスプレ以外のどんな商品でも普段より売れやすくなる時期と捉えていただいた方がより正確です。具体的に普段よりどれぐらいよく売れるようになるのかというと、数値的には2倍から10倍と言われています。次、11月24日、アメリカでは感謝祭、サンクスギビングデーというものがあります。そして感謝祭の翌日、2022年の予想では11月25日から12月1日の間はブラックフライデーというアマゾンのセール期間があります。ここで補足です。アマゾンのセールにはいくつかありますが、その中で有名なものがブラックフライデー、サイバーマンデー、そしてプライムデーです。後で詳しく説明しますが、ブラックフライデーは感謝祭までに売れ残った商品を一掃する在庫一掃セールの意味合いが強く、さらにブラックフライデーのある翌週月曜日から始まっていたサイバーマンデーは、そのブラックフライデーで売れ残った商品をもう一度売り切るという目的性を持っていると考えています。ただ2021年はブラックフライデーが1週間の開催となった代わりに、サイバーマンデーは開催されませんでした。よって今回ホワイトボードではブラックフライデーが1週間ほどあるのではないかという記載をしています。このように多少の日程のズレはございますので、日本アマゾンで商品を買われる方も、日米アマゾンで商品を販売される方も、最新のセール日時をご確認いただければ幸いです。ちなみにアマゾンのプライムデーについてですが、こちらも通常7月に行われるセールという印象が強いものの、2020年には10月13日から14日、2021年には6月21日から22日に開催されたこともございます。
今回の動画の中では簡略化して中国とアメリカの国レベルのイベントごとのみに着目していますが、実際はアマゾン内でのセール期間も注視する必要がある点をご理解ください。これは感謝祭で売れ残った品物を在庫一掃セールしようという考え方に基づいて設定されたものです。またアマゾンではサイバーマンデーというセール期間も以前はあったんですが、2021年は開催されませんでした。このブラックフライデー、サイバーマンデーという言葉自体は覚えておいた方がいいんですが、それよりも重要なのがハロウィン感謝祭と続いて、この感謝祭までの在庫一掃セールの期間がその直後に設けられていると体系的に覚えることかと存じます。次12月25日クリスマスがございます。私は疫病が流行る前はクリスマスに一人で中国に行ってクリスマスの講師を撮影するのを趣味としていたんですが、今はそんな悠長なこともしてられない時期になりましたね。公衆卸場ツアーはまた疫病が落ち着いたタイミングで再開していきますので、現役の生徒様も OB、OG の生徒さんもぜひ楽しみにしていてください。緩和球大、この一連の流れ、詰まるところ9月、10月、11月、12月とずーっとイベントごとが目白押しなので、特に10月から12月の10、11、12の3ヶ月は私は3ヶ月商戦と呼んでいます。1年で最も商品が売れやすい時期と捉えてください。と、ここまでは皆さん意識するんですが、今回のメインポイントは下の直線、中国のイベントごとになります。中国は旧暦なので毎年日付が変わることはあるんですが、今年で言えば2022年9月10日から12日までは中秋節というシルバーウィークみたいなちょっとした休みがあります。この9月10日から12日の3日間はほぼ全ての会社がお休みを取るシーズンだと考えてください。日本でいうと十五夜お月様の日ということですね。次に10月1日から7日までは国慶節といって、日本ではゴールデンウィークにあたる期間です。この1週間まるまる物流がストップすると考えていただいて差し支えないかと存じます。よって中国では9月から10月の間に物流が止まるだけではなく、アリババ業者も休む時期が何日もあるという点を腹に落としておいてください。次に年をまたいで2月の頭前後、2023年は1月の22日に春節があります。日本でいうお正月、中国でいう旧正月にあたるわけですが、1年で最も中国の様々なビジネスがストップする時期です。しかもこの春節、1月22日の前の1週間と後ろの1週間、合わせて2週間まるまる中国の物流も工場もアリババ業者ももろもろがストップする時期と考えてください。もっと言えば1月15日のさらに1週間前、1月8日前後から休みを取るアリババ業者や工場もありますし、逆に後ろにずらして1月29日のさらに1週間後まで休みを取るところもあります。中国では出稼ぎ労働者の人たちが毎年1回だけこの春節の時期に故郷に帰って実家に預けておいた子供と再会したり、家族にお金やお土産を渡したり、みんなの笑顔を見に行ったりするものすごく重要な時期なので、日本の年末年始やお正月三が日の休みとは比較にならないほど長い期間、思いっきり休む期間となります。さて、これで情報が出揃いました。改めて我々が販売したい時期のことを考えていきましょう。例えば10月31日のハロウィン商戦に合わせて商品を買い付けるためには、10月1日には少なくとも商品が販売開始されている状態にしたいわけですが、じゃあ9月に商品を注文して買い付けようと思っても中秋節に被っている可能性があります。さらにその後の感謝祭やクリスマスに合わせて商品をガツッ
と売っていきたいと思ったとしても、買い付けようと思っているタイミングで国慶節に被ってしまったり、国慶節の前に滑り込みで買い付けをしようとするセラーさんがかなり多いので、この中秋節から国慶節の間は物流がものすごく混み合いますし、じゃあその後に買い付ければいいや、クリスマスギリギリ、特に12月10日からクリスマス商戦の売り上げはガツンと上がりますから、その時期に合わせて買い付けようと思っても、すでに9月10月の中国側の祝日並びに12月11月のアメリカ側のイベントごとで物流の量が半端なく増えている状況ですから、飛行機便も船便も普段の倍ぐらい遅延してしまう可能性がありますし、荷物がごちゃごちゃしているので、正直な話、要所要所での紛失率も普段よりは多少高くなってしまうと言わざるを得ません。そんなこんなでバタバタしているうちにクリスマスが終わってしまいました。じゃあここから心機一転、来年もネット物販頑張ろうと思って正月ぐうたらしていたら、いつの間にか春節前の買い付けの期限になってしまい、春節前に荷物を買い付けられなくなってしまうといったことも起こり得ます。1月15日からほぼ完全に中国側の物流が止まるということは、この日の前までに商品を確実に発送する必要があります。よって1月15日の1週間前、1月8日には商品が中国の代行会社に揃ってることが理想ですし、さらにその1週間前、要するにお正月には買い付けをしていなければいけない状況になります。しかし年末年始は春節という旧正月が中国人あるとはいえお休みしているところも多いので、ということはクリスマスに来年の春節前の買い付けをすでにまとめておかないと手遅れになる可能性が高いということです。今回の話まとめます。アメリカでは特に10月から12月末までの3ヶ月商戦は物販セラーにとってものすごく魅力的な時期ではあるのですが、この時期に間に合うように買い付けようと思っても、中国側の祝日の影響で思った期日までに商品が入れられないということが特に未経験者初心者の方はザラにあります。最悪ハロウィンのコスプレを出そうと思ったのにアメリカアマゾンに届いたのが11月5日だったみたいなこともあり得るわけですね。よって私は生徒さんの商品リサーチを拝見するときに、ハロウィンだけにしか売れないカボチャのコスプレだとか、そういったものは初めから出さない方がいいよ、ハロウィンはコスプレだけではなく何でも売れる時期ですからね、といった具体的な指導をその瞬間その瞬間に合わせて臨機応変に行わせていただくことにより、まだこの一連の時期を体験していない方でも足を踏み外さないように極力留意しながら一緒に進めていくことにしています。どうしても何かを意識すると何かを見落としてるってことが往々にしてあるのがネット物販の世界ですし、特に中国から商材を買い付けて日本やアメリカで販売される方は中国の物流の全体的な流れもしっかりと把握しておかないと、思ったように商品の買い付けができず、最悪商品ページが在庫切れになってしまって、今まで頑張ってランキング上げていったページがいきなり急降下する、私はこれを骨折したと呼んでいるんですが、そういった状況にも簡単になってしまいますので、今回話した動画の内容をしっかりと反芻咀嚼していただき、どの商売もそうですが楽して稼ごうと思っても稼げません。しんどいことがたくさんあるからです。しかしながらそのしんどいことも楽しもうという気持ちで、宝探し感覚で冒険感覚で進んでいくことができるのであれば、個人的にはこれほど面白い商売はないと手前勝手な意見ですが私は考えていますので、もし興味持った方、今回の動画の内容をしっかりと腹に落としていただきつつ楽しんで進んでいただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございます。